いよいよ本格的な冬の到来でしょうか。県内は今日最高気温が昨日と比べ5度ほど下がり、北の風も強まって肌寒い一日となりました。県内の今日の最高気温は佐賀、白石で 17.8 度、唐津で 17.2 度など昨日と比べ各地で5度前後低くなりました。平年並みの気温となった一方、北風が強く吹き、佐賀で15メートル、唐津で 14.9 メートルの最大瞬間風速を観測。唐津市内では厚手の上着を羽織る人の姿もありました。明日の最低気温は県の南部で9度、北部で7度、最高気温は南部で16度、北部で15度と、この時期らしい気温が続くと予想されています。